今月のゲストはですね対、えー、イユニジュ監督そしてプリラムユナイテッドの監督を務められているスタッフユウキさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごく楽しみにしてました本日よろしくお願いします あありがとうございまます僕も楽しししみにしてましたなんかあのきっかけとしては、あのインスタグラムでたるさんから光栄なことにメッセージをいただきまして、でなんと、週休学まで読んでいただいてって感じで、でその前から、なんかこういったふうにお二人で、えー、話しさせていただきたいですねみたいな言ってくださったんで、あじゃあぜひ、根尾学園出てくださいみたいな、まあ、そういった運びになったんですけど、知っていただいたきっかけって、ユーチューブの配信とかですかあ本が先ですね、知人からこう本を勧められて。あそうなんですか の本,本知ってますすかみたいいいなや、ね、そでね木崎さんに取材していただいてたんでその木崎さんも多分あの書かれた本、はい、一緒に書かれた本だと思うんでそれで木崎さんのこういう本なんか今話題のレオザさんとの本が今すごい日本ではすごいあの人気だから。 読んでみたらみたいな感じで勧められて、で、レオザさん知ってるって聞かれたときに、本当申し訳ないんですけど、その時は知らなくて、それでこう、YouTube チャンネルとか、こういう発信してる人ですよっていうのから、まあ、動画ちょっと見させていただいて、はい、なんかすごい、その、フットボールと向き合う姿勢にすごい感銘を受けたんで、ありがとうございます。こう日本を離れて今、日本のフットボールに対する思いは変わらないので、はい、あ応,援応援も含めて、こう、はい させていたたただだききままししいいうメッセージを送らせてや、インスタグラムとかも拝見してると、やっぱり J3 とかあの注目されてますもんね、いまだに。そうですね、まあやっぱり半分で、ね、こういう養子ですけど、半分日本人なんで、<laughs> 日本のフットボールがワールドカップを掲げる日を見たいんで、少しでも、ね、自分もそのなんか、一部になれればなと思ってるんで、日本のサッカーをずっと追ってます。<laughs> やっぱりあの日本代表の え、こうサッカーを応援したりですとか、海外サッカーを見るのが好きな方が結構うちのチャンネルが多くてですね、シュタルさんが日本代表、まあ、あの、見たり、まあ、それこそ半分日本人だっておっしゃられる感じで応援されてると思うんで、今の日本代表のえ状況、ワールドカップでスペイン、ドイツには勝ったけどベスト16で敗退して、で、アジアカップ期待されてる中で、こういう結果になってっていうので、シュタルさんから見て率直にどういうあの感想をお持ちになったかお聞きしたいですね。 いやもうまず、めちゃくちゃゃくく強ななったなったて思いまますずもう第一,第一に思うのはもうめちゃくちゃ強くなったなっていう、はい、それはここで勝負できる時代が来たっていうのかその、はい、もうここで負けないフットボールが展開できるっていうところには来たのかなって思うのでその、はい、このアジアカップ前のフレンドリーゲームを見てても、まあ、ドイツだったりトルコだったりのゲームなんか特にそうだったと思うんですけど今までのに日本とはもう明らかにもう もう個の質が違うんで、まあ、所属、ねうん、先を見れば、もう一目瞭然なわけであって、リバ,リバプールで、ねはい、遠藤がスタメン張ってるとか、もうちょっと前だと考えられないわけですよ。と、はい、ういうようなところの選手たちで代表は構成されてるから、ものすごい魅力的だし、うん、ものすごく強くなったなって思うんですけど、やっぱそのステージの扉、なかなか開けられないなっていうのが、その、うんまあ、逆側っていうのかな。そうですね の視点でやっぱりこう、よくあると思うんですけど、こう、チャレンジャーだったところから、チャレンジされる側になったときに、その1試合1試合をどう勝っていくかみたいなところが、次のところなのかなと思って、うん、やっぱりその、今回のアジアカップにしても、どっちかで言ったら、誰が日本を倒すかっていうシナリオなわけです。そうですね。うん、ってなってくると、みんな日本はやっぱ研究するし、どうやった日本を倒すかっていうのを、はい、まあ、とことん突き詰めて、その一戦にかけて入ってくるわけですよね。はいまあ、それだけの熱量とか それだけの作業をじゃあ日本が逆に相手を倒すためにその一戦に注げているのかっていうのが今後課題なのかなっていうのがそれはチームとしての目線の揃え方とかよく一般的に言われる戦術的な対策を相手に取ってきたのかっていう部分ですかまどっちもじゃないですかね、そのやっぱり僕はその内部の人間じゃないんで、はい、何も偉そうなことはもちろん全然言えないんですけれども、はい、やっぱりその選手のインタビューだったりそういうのから。 こう垣間見えるところで言うと、まあ、目線が揃いきってないような部分もあるのかなって思ったりしますし、はい、まあ,あとはその戦い方みたいなのもそんなに変わらない、ここが相手だったらこうとか、ここが相手だったらこうみたいなのが、そんなに試合ごとに変わるわけでもないので、そ,でねはい、それほどなんかこう、ゲームプランをこう練りに練って、まあ、そこを突き詰めていくっていう戦い方ではないのかな。 って思うんですよね。で、はいうん、そういうのもまあこうトーナメントみたいなので、勝ち上がっていくにはそういう作業も必要なのかなって自分は思ってるんで。まあ、それがあの次のステージへの扉を開けてくれるんじゃないのかなと期待してます。うん、そういう、えー、監督さんに今後えー、森保さんがなるのか、そういう監督さんを呼ぶべきなのか。なんかそれ以外の環境的な問題があるのか。どういうふうに日本サッカーは？ 変わればいいいんんでですすかねね、うん、監督だけじゃないと思うよやっぱそのコーチングチームなんで、はい、その監督は監督でいますけど、うん、ヘッドコーチもいるわけであって、アシスタントコーチもいるわけであって、はい、代表の練習見に行かれたら、まあ、タイとかでもそうですけど、何人スタッフいるんだっていうぐらいスタッフはいるわけですよね。はい、だから、その中で、持っているものをちゃんと役割分担できているのかとか、うん、あと日本のその、 上下関係の中でこうきっちりとした年功序列じゃなくて、はい、こうあるじゃないですか、はい、立場のこう序列が。その中で、例えばどれだけ位置分析官が、はい、例えばどれだけ分析を任さ,、うん、されて、例え監督にこのゲームプランで行こうとか、はい、こういう提案を現状できてるのかとか、はい、僕は内部じゃないんでわからないんですけど、うん、やっぱり J の監督とか経験してても思うのは、結局監督をすごい立てる文化ではあると思うので、はい、あんまりそこに対してこう、 これはこうした方がいいみたいな意見みたいなの、多分言い、言いづらい国な,なのかなって思ったりもす、ね。ああ、監督のアイディアに対して周りがってことですかだからまあ監督が誰とかっていうよりも、やっぱみんなでこう、その一線にかける。はい、それが大学生でも補助学生でもいいわけであって、ドイツだと有名な話だと思うんですけど、こう、ケルン体育大学の学生の分析チームとか使ってデータ集めて、はい ワールドカップとかに臨むとかって聞いたことあるんですけれども、そういうふうにまあこう国を挙げて、ワールドカップを取りに行くみたいな姿勢にはまだなってないのかなっていうふうには。なんかそういう、例えば日本代表だと分析官ですごい方が入ったとか、コーチがこういう人入ってとか、そういう組織自体は人員は配置されてると思うんですね。人員が配置された上で機能しない場合っていうのは、えー、どこに責任の所在があるって考えるべきなんですか責任の所在はもちろんそれその ペーパー上は常にサッカーは監督なんで、はい、監督に責任は最終的にはきますけど、うん、でも、その、やっぱワンチームだと思ってるんで、何事も。選手にも責任はあるし、はい、他のスタッフにも責任はあるしで、ワールドカップはやっぱ国として戦うんで、そしたら協会にも責任はあるわけであって、関わ、はい、ってる全ての人たちで、 はい、勝つわけだし、関わってるすべての人たちで負けるじゃないけど、その責任がどこにあるかっていうのはそれほど重要じゃなくて、勝つために一人一人がその自分の役割の中で、本当に日本代表が例えばアジアカップを取るために、本当にベストを尽くしてきたのか、はい、メディアを含めて、その関わってる全員が、はい、で多分それで、イエスって言えない人が多分いるんですよ、うん、それが変わったときに、多分次のステージに行けてると思うんですよね。 うん、う僕は常々そういうふうに、組織の質ってトップで決まると思ってて、トップが人員配置して、その人たちが仕事しやすいようにする環境って、それは、ま、あの、現場のトップって意味じゃなくて、現場のトップも働きやすくするのがトップの質だっていうふうに思ってるんで、なんでそういったところに、何ていうんですかね、この、いつも、ま、森安さんに対する僕自身の批評っていうのは、どうしても切り抜きとかで、そういうところの批判で目立ちやすいんですけど、実際は、その組織の、 構造だったりとか機能性っていうの自体が落ちざるを得ない状況になってるのかなって僕は思ってるんですごく共感しました私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュワボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから JD が輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております「君の」<music>。